蜜豆やくず餅など和菓子の上にかかっている定番の黒蜜が好きな人もいるのではないでしょうか。芳醇な甘さと何とも言えない口当たりなど、白蜜とも蜂蜜とも違った味わいが特徴です。黒蜜を食べたことはあっても、どんなものなのか知らない人も多いと思います。実はたくさんの栄養が含まれているソースでもあります。黒蜜の魅力について詳しく紹介していきたいと思います。真っ黒でドロッとした液体状になっている黒蜜は、黒砂糖を原材料にしています。黒砂糖を水に溶かして煮詰めて作る方法が主流になります。中にはそこに水飴や砂糖などを食わせて味を整えているものもあります。そのためメーカーによって甘さなども違います。ちなみに黒糖が誕生したのは江戸時代に入ってからになります。黒蜜は栄養豊富な黒糖と同じ効果が得られるのも特徴です。黒砂糖だと固形のままなので食べにくいと感じている人も多く、黒蜜にすることでさっとかけられるようになり、気軽に取り入れやすくなりました。そんな黒蜜の栄養素として最も注目するべきなのはカリウムです。余計なものを体外に排出してくれるため、むくみの改善にもつながります。他にもカルシウムを豊富に含んでいること、亜鉛なども多く、現代人にとっては必要な栄養素ばかりです。他にもマグネシウムやビオチン鉄なども含み、ビタミン B や葉酸など数えきれないほどのたくさんの栄養素が入っているのです。ただの黒蜜だと思いきや、これだけ優秀な栄養素を豊富に含んでいるため、和菓子などにかけられるようになったのだと思います。黒蜜といえば和菓子の上にかけて使うのが一般的です。またところてんに黒蜜をかけるのは関西流とも言われており、昔から変わらない文化として取り入れられています。これはところてんが日本に伝わった奈良時代から平安時代にかけて、醤油をかけて食べるのが一般的だったそうです。当時の京都などでは中国から輸入された黒砂糖が流行していたこともあり、上品な食べ方として黒蜜をかけるようになりました。さっぱりとして淡白なところてんと黒蜜の相性はとても良いので、ぜひ一度食べてみてください。黒蜜は和菓子のきな粉との相性もいいので、組み合わせて食べると絶品です。また大学芋に黒蜜を使う方法もあります。黒蜜は様々な材料との相性がいいので、組み合わせを考えるのも楽しいと思います。甘みがあるのでスイーツにはなってしまいますが、健康的なスイーツを探している人にもいいのではないでしょうか。身近にあって意外と知らない黒蜜の魅力を紹介しました。黒蜜はとても上品な味がしますし、できるだけシンプルな原材料のものを選ぶようにしましょう。和菓子にとっても黒蜜がないとなんだか物足りない気持ちになってしまいます。見た目もそうですし、あの独特な香りや甘さなど、つい食べたくなります。黒蜜ならではの良さもたくさんありますので、この機会に使ってみてはいかがでしょうか。美味しく続けていけるといいですね。今回もご視聴いただきありがとうございました。食べ物に関する情報をいろいろお届けしておりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。